皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、ドラッグストアでの購入品ご紹介していこうと思います。全部でね、2万2000円ぐらいかな。結構いろいろね買ったんですけれども、早速ご紹介していきます。まず一つ目はですね、じゃじゃん、こちらです。ニベアのディーププロテクト&ケアジェル、日焼け止めですね。ボディも、顔も使えるアイテムです。なんか出かける前にアットコスメの日焼け止めランキング見てたら、これがね2位とかになっていて、結構レビューも良さそうだったので、でしかもね、日焼け止めの中でもプチプラなので購入いたしました。いや、もう本当に最近いきなり暑くなってきて、一気になんか不安になってきちゃって、外出るのがもう紫外線が多すぎて。でこちらが SPF50 プラスの PA4 プラスで、スーパーウォータープルーフタイプになっていて、 UVA も UVB も、どちらもしっかりとカットしてくれるよっていうものになっております。であと予防美容ができる、美容ケア UV っていうことで、美容液成分が入っていることで、シミとかそばかす、日焼けによるを、防いでくれるよっていうものになってます。あとはね、乾燥による小じわを目立たなくするっていう機能もあるみたい。出してみるとこんな感じのとろりとしたテクスチャーですね。すごい、めちゃめちゃみずみずしく伸びた。で、香りもちょっとフローラルっぽい香りがする。確かに、クリアフローラルの香りって書いてありますね。そんなに日焼け止め臭もなくって、でこの感じだと白浮きしなかったりとか、あとはお洋服にさ、ものによっては黒い服とか着てたりすると結構ついちゃったりとかすると思うんだけど、これはねかなり水っぽくって透明感あるので、なりにくそうな感じが、します。でしかもね、あんまりベタつかない感じもありますね、これ。レビューの通りめちゃめちゃ良さそうな感じがします。イエーイ。続いても日焼け止め買ったんです。今回そのアットコスメのランキングで1位が、アネッサのゴールドの日焼け止めだったのね。で1位と2位買おうっていう感じで行ったんですけども、面白い、なんか初めてなんだけど、レジまでねアリーの日焼け止め持ってったら、レジのね店員さんが、もしアネッサ買われるようだったらこっちの商品の方がおすすめなんですけどみたいな感じでおすすめされて、なんかレジに持って行ったものを覆してこっちの方がおすすめみたいにね言われたこと初めてだったから、ちょっとなんかびっくりしちゃったんですけど、確かに話を聞いてたらちょっとすごい興味が湧いて、なのでアネッサはねちょっとやめてこちらを購入しました。はい、それがこちらです。オレゾプレミアムのデイファンクション UV ミルクというね日焼け止めでございます。ロート製薬さんがね作られた、このオレゾっていう中では一番ねこのプレミアム、暗いというかいいもので、なんとね有効成分のナイアシンアミドが配合されているっていう風に書いてあって、でナイアシンアミドってシワ改善系のねクリームだったりとか、あとはそれだけじゃなくって美白効果もあったりとかして、ただ紫外線をカットしてくれるだけではなくって、ちゃんと有効成分が入ってるっていうのがとてもね良いなって思ったので購入いたしました。体に塗る日焼け止めを私は探しに行ったんですよ。どうしてもやっぱ日焼け止めってこうキシキシしたりベタベタしたりとか、匂いが気になったりとか、結構なんかこれっていうものが私の中ではねまだなんか見つかりきれてなかったりとかしてたんで、ひと夏使うっていう風にね考えると、3300円だとしてもちゃんとねこの有効成分が入っていたりとか、使用感はねちょっと試せなかったんで分かんないんだけど、使い心地がいいものっていうのがねいいなっていう風に思ったので買いましたよ。エイジングケアをする高機能 UV だって。こんな感じのパッケージになっていて、先ほどのねニベアと比べてもちょっとこうコンパクトなサイズなので、持ち運びもしやすかったりするかなっていうふうに思います。えい、あ、確かにシャバシャバしてます。こんな感じですね。さっきの方がねちょっと水っぽい伸び感はあったかな。ただね物がすごく水っぽかったので伸びはとてもねよろしいかと思います。で香りもいいね。あんまり日焼け止め臭しないです。特に香りの表記はされていないですけれども、こちらもなんかちょっとこうフローラルっぽい感じの香りがします。なんかさっと塗った感じ、どちらもすごく伸びがいいので、顔にも使いたいなって感じがしますね。で特にこちらオレゾの方とかはナイアシンアミドがね配合されたりとかするので、フェイスにもすごくいいと思いますよ。でちゃんと SPF も50+ の PA4+ ですね。紫外線って UVA
波と B 波っていう2つのね、光線があるんですけれども、表面の UVB 波はカットしてくれるっていうものは本当に一般的にたくさんあるんですけれども、 A 波、奥の方までしっかりとカバーしてくれるよっていうものって、ものによって本当まちまちだったりするんですよ。なんですけども、こちらはね、 UVA 波まで最強カット、シワ改善、シワ対策ができる、おそらく毎月のね、お気に入りアイテムにね、入るんじゃないかなっていうぐらい、パッと見の内容的にはめちゃめちゃ気に入っております。で、さらに嬉しいね、このスーパーウォータープルーフタイプであったりとか、耐久性もよろしいですし、あと乾燥させないっていうね、それもめちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。で、バッグはね、ちゃんとロート製薬っていうね、ところで、かなり個人的には、まあ今の使った感じも含めまして、すごく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 今回の買った商品の中では期待しております。どうかなどうかな、よかったらいいな。そしたら続きまして、じゃじゃーん、こちらです。ヘリオホワイトっていう、まあ、飲む日焼け止めですね。購入いたしました。あ、これもロート製薬なんだ。へえ、知らなかった。飲む日焼け止め、最近だと本当にいろんなブランドさんからね、出てるかなっていうふうに思うんですけれども、こちらのアイテムだと、本当に薬局どこでも結構売ってたりしますので、試しやすかったりとか買いやすいからいいのかなっていうふうに思います。こんな感じの粒感なので、まあ、爪の半分ぐらいの大きさなので、まあ、飲みやすいかなっていうふうに思います。で、飲み方としては、1日2粒を目安に、飲んでくださいっていうことで、今まで飲んだやつとかだと、外に出る30分前とか1時間前ぐらいに飲んどくと、ちゃんと薬のもちゃんと効いた上で紫外線にね浴びることになるので良いという風な私は認識でおります。で、一番上に書いている成分がポリポディウムレウコトモスエキスっていうのがね書いてあるんですけども、これがなんかスペイン製造らしいんですね。私今まで飲んだことがあるものがこのスペイン産の飲む日焼け止めはね飲んだことがあって、まあ、なのでそれと同じ成分なのかなと思ったんで、なんか良さそうかなって気がしております。まあ、それの他にねハトムギエキスとかビタミン B6、B2、まあ、海外のものちょっと不安とかっていう方は国内でこういうの飲んでみるといいと思います。でね、知ってる方も多いと思うんですけども、これ飲んどけば塗らなくていいんでしょって思う方もいるんだけど、全然そんなことはなくって、表面が焼けてしまったら本当に元も子もないので、飲んでさらに外も塗るっていうのがもう最強の日焼け対策だと思っております。はい、そして続いてはですね、じゃじゃん、こちらオバジ C25 購入いたしました。お、これもロート製薬だって。今回なんかロート製薬祭りですね。毛穴やザラつきだけではなく、年齢とともに気になるくすみや口元などの乾燥小じわなど多方面にアプローチして肌に潤いを与えて、こうクリアなねお肌にしてくれるっていうね、大人気の、美容液なんですけれども、今年かなリニューアルしたんですよね。で、最近某、美容雑誌の撮影に行かせていただいたんだけども、その時にね上半期のベスコスの話をしてたんですよ。なんかその中でもいいのありますかっていう話をしてたら、このねこれがいいっていう風に編集者さんが言っていて、まあそりゃ買うよね。リニューアル前のものもまだ残っているんですけれども、やっぱリニューアルした後のやつがマジすげえみたいな感じのねことを言っていたので、まあ、薬局にしては高いんですよ。こちら1万1000円しますので、結構いいお値段はするんですけども、まあちゃんとね効き目があるならば良いんではないでしょうか。で、こちらが水溶性のビタミン C と油溶性油のね方のビタミン E が、入っていて、まあ、まさに紫外線でビタミンがね減ってしまったお肌にもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思っております。で、新しくリニューアルした点がどんな点かと言いますと、分子のね大きさを小さくしたらしいんですよ。そうすることで素早く肌の奥までねこう入ってくれるっていうのが良いらしいです。手元に出してみますと、透明のオイルみたいなね、色味で、でこんな感じで肌にねスーッと溶け込んでくれて、で本当になんかオイル塗った後の肌みたいなね
あの使用感にはなるんだけど、だからといってすごくこの油膜感あるかっていう感じでもなく、夏のお肌でも使いやすいと思います。リニューアル前のものの、まあ、自分の体感だとここら辺のこう毛穴とかがブラをかけた感じでこうキュッとした感じとかがあったりとか、まあ、キメが整ってくれる感じとかもあったりとかして、前にあっても十分なんか気に入ってたんですけど、今年はねこちらの新しいオバジ C25 に助けられてみたいと思います。はい、そして続いてはこちらでございます。水彩のビューティークリアブラックパウダーウォッシュです。そう、このね水彩の酵素洗顔は今までも使ったことがあって、まあ水色のねすごいなんかフレッシュなパッケージなんですけども、このブラックの方はさらにこうテカリとかべたつきが気になる方向けっていうことらしくって、毛穴の黒ずみの汚れ、あと角栓、過剰な皮脂、くすみ、要因まで吸着して絡め取って、まあ毛穴が目立ちにくいお肌にしてくれるよっていうね酵素洗顔らしいです。そんなに皮脂がすごく分泌される方ではないんですけれども、ちょっとこの黒いパッケージがなんか強そうだなっていう風にね思って買いました。まあ、男性とかにも良さそうだよね。でこんな感じで中身のね粉の色もグレーみたいなね感じのお色で、洗浄成分に炭とかね、あとクレイも入ってたりとかしてますので、まあなんかめちゃめちゃ良さげな気がしてます。続いてがこちら、キュレルのディープモイスチャースプレーです。キュレルのスプレー初めて見たんで買ってしまいました。でサイズもこれ一番小さいサイズをね購入したんですけども、大きさもいくつかありました。この小さいサイズで、990円ですね。メイクの上からでも使えたりとかするスプレーらしくって、ちょっと見てみましょうかね。お、細かい。でしかもあのセラミドが入ってるんですね。有効成分の消炎剤っていうこの肌荒れを防ぐ成分も、入っていますので、さすがやっぱキュレルだけあって、敏感肌の方とか乾燥肌の人にもすごくこう日常的に保湿ができるっていうものなんで、いいかなっていうふうに思ってます。結構やっぱ夏場は日焼け止めとかももちろん塗るんですけど、肌の、水分量が減ってしまうとより焼けやすくなってしまうから、まあ、日常的にこういうので保湿した方が絶対いいんですよ。でこういうガスタイプの、スプレーなので、この見えるかな、めっちゃ細かい、めっちゃ細かいのでメイクの上とかでもすごく、良い感じがしますね。これはいいね。さあそして続いてはですね、これもよく皆さん思ってるんではないでしょうかね、全身ひんやりクールのビオレのサラサラパウダーシートデオドラントです。のこのひんやりしたタイプ買いました。クールミントの香りだって。やっぱりこの時期はねあんまりねこのスースー系好きじゃないんですけれども、この時期はやっぱねちょっとスースーしてひんやりしてっていうものじゃないともうね暑くて無理。こういうのはね、まあ、皆さん持ってる方多いと思うのでそんなに深く説明しないんですけども、ボディ用なので厚手のシートらしいので破れにくいよとか、そんな感じでございます。そして続いてはこちらです。ミノンの、全身シャンプーっていう詰め替え用を購入いたしました。こちらのねボトルに入れて使うもので、これも全部なくなっちゃったんで詰め替え用です。やっぱりこう敏感肌とか乾燥肌さん用に作られているので、こうしっとりしてくれるし、で泡でね出てくれるっていうので、すごく体洗うのにも洗いやすかったりとか、香りどうだったかな、特にそんなに香りがあるかって感じではなく、もう本当になんか余計なものはもう取り除いて、とにかく肌に優しく負担をかけずに作りました。さあそして最後2点ですね、それがこちらです。ドライペットのクローゼット用と引き出し衣装ケース用を購入しました。湿気も本当にすごいじゃないですか。クローゼットにもね水取りのやつ使ってたりするんですけども、やっぱこう細かいところにも入れておきたいなっていう気分なので、こちらね購入しました。でこの引き出し用は今までも使っていて結構ちゃんと取ってくれるんですよね。中身がこんな感じでね、丸っこいのがねプチプチこの中にね入っていて、で裏側がこう不織布っていうんですかね感じになってるので、T シャツとか
こう引き出しのところにねこう挟んで入れとくと、もう結構プリプリのジェリーみたいな感じにこの中がなってきます。で今回初めてねこれが良かったんで購入したクローゼットタイプ、これはあ思ったよりでかい、こんな感じになってて、こうねさっきのつぶつぶが大量にこちらにも入っております。これでクローゼットの湿度もねしっかりと取っていきたいと思います。もう日本の湿度やばいね、本当に湿度でなんかもやっとしたこもった匂いとかもいいんじゃないかなと思いますし、お洋服の状態もね保てるかなっていうふうに思います。はい、ということで以上が今回の購入品でございました。結構ねこう紫外線対策だったりとか、あとは湿度対策だったりとかね、もう本当に今の時期必要なものをいろいろ買いだめしましたので、結構もう最強なレベルにね達しているかなというふうに思います。まあ、今回ね購入したものでこれ良かったよっていうものがあったりとかしたらね、また別の動画でもご紹介していきたいと思います。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。